天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。どっしりとしたご挨拶ありがとうございます。ようこそ、あ、当番組へようこそ、はい、ね、お待ちしておりました。お待ちしておりましたね。また来てね。また来てね。終わるやないか、ほんとしたら。締めかかってますけども、あなた。言うてやってますよ。今日もお差し入れたくさんね、いただいております。ありがとうございます。はい。皆さんのおかげで、我々がある、うん。はい。そういったことを忘れずに頑張っていきましょう。そういったことをね、はい、胸になびかせて。なんか風吹いとんな。はためかせて。はためかせてね。頑張って。はためかせるってさ、うん、翼以外ないよな。まあ、翼か。翼以外。まあ、はため、あの、旗とかはちょっと、は、ちょ、なんかもうな、直結すぎか。旗はためかして、旗をはためかしてとは言わんか。翼以外言わんよな。翼はためかせですよ、ね、せ下行くな下勝手に行きたい。あなたは主旋律を歌わへんと心に決めてるわけ。うん、いいと思う、うん、そういう人がいないとね、社会成り立たないから。そうやろ、うんうん、ありがとうありがとう。二分してますから、差し入れ読んでもよろしいか。差し入れ読んでも、差し入れもらっても、差し入れもらってもよろしいか本当に。ありがとうございます。ワイワイさんから指ハートと焼きそばパンありがとうございます。ワイワイさんありがとうございます。さすらいのネギ職人さん、お疲れ様の花束と楽しい竹を8位。わあ、さすらいのネギ職人さん、たっくさんありがとう。うどん県主導権さんから元気の玉。うどん県主導権さんありがとう。ティジャンさんからコーヒーと美味しい棒。ティジャンさんありがとう。メガネちゃん指ハート2つ。メガネちゃんありがとう。ヘネシスさん美味しい棒6本。ヘネシスさんありがとう。人見知りさんコーヒー美味しい棒。ひとびしりさんありがとう。エリンギさん元気の玉おいしい棒。エリンギさんありがとう。北の助け人さんおいしい棒7、元気の玉7。北の助け人さんありがとう。よしふみさん元気の玉おいしい棒。よしふみさんありがとう。ふむさん楽しい竹。ふむありがとう。中島まゆみさんおいしい棒5つとコーヒー5つ。中島まゆみさんありがとうございます。マルハイボールさんから。お、書くやないよ。マルハイボールいいですね。元気の玉とおいしい棒ありがとうございます。ありがとうございます。お便りもご紹介します。う、ですね、待ってくださいよ。はいはいはい。葉桜さんからでございます。はい、ありがとうございます。葉桜さん、清涼飲料水のブームって定期的にありますよね、うん、自分が記憶に残ってるのはペプシコーラのいろんな味が出た時です。はあ、ははあ、キュウリ味とか小豆味とか奇抜な味が次々と発売されていて、うん、どれも微妙な味だったのを覚えています。まだちょっと前は透明ブームがあって、あ、透明なコーラとか透明なカフェオレとかが流行ってましたよね、うん、お二人は印象に残ってる清涼飲料水ってありますかっていうことなんです。確かにね、あったな。透明の、透明のコーヒーみたいなあったな。もうほんまにね、うん、あの、受け付けなかった私は、うん、なんか意味ないというか、漂白って思うもんな。そうそう、何のためっていう、うん、怖かったもんね。なんかだからもう透明なものしか飲まないっていう変なこだわりある人用のやつやもんな。そうやな、そんな人がいるのかどうか分かりませんけれども、うん、ねえ、あれ、まあまあ面白い。え、買ってみた？私買ってすらないんだけど。いや、買ってない買ってない買ってない。さすがのますみちゃんも、うん、怖い。あ、怖いんだ、うん、結構あなた新商品出たらね、果敢に攻めていくタイプ。確かにね。だけれども飲めもんはね、あんまり飲みもんのこと飲めもんって言ってるやん。飲めるもんってこと。そう、はいはいはい。飲めもんはね、あんま攻めたくない。あんまりキュウリのコーラとかも飲んだことないし。はい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 。バニラコーラぐらいな、飲んだことあるっつったら。それはコカコーラの。うん、ペプシにも出てたような気するけど、私はコカコーラの、はい、バニラアイスで言ったらコーラフロートみたいなことよ。はいはいはい。だからまあ別に美味しいわな。美味しいわな。甘いけどね。はいはいはい。とかレモンコーラとか。はいはいはい。ライムコーラとか全然あの想像できんもんな、うん、味の未来が。一絞りしてるだけやから。うん、それはありがたいけどね。まあでもね、結果的にはノーマルが一番美味しい。まあそうなんよね。まあでもそれで正直あんなんてリピーターを求めてるわけじゃないの。ほんまやな、うん、一発爆弾を投じて、そうそう、仕事してんなっていうとこ見せたいんよ。はいはい。我々だって、うん、なんかあの一丁神させてくれと。そう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 、うん、そう、にぎわさせてくれと、うん、そういうことですよね。なんやろな、清涼飲料水で何ハマったやつ、うん、印象残ってる。清涼飲料水ってもうジュース全般。そうやな。そうですか。清涼飲料水、私一時、はい、さ、なんか何でも炭酸入れるみたいなことでさ、はいはいはい、言うたらティーソーダとかもそうやし。あったね。コーラの炭酸は凍ったことあんで私。コーラの炭酸、あ、間違えました。びっくりしたびっくりした。まつみちゃんがついにおかしなことを言う。コーヒーの炭酸。あ、コーヒーの炭酸ね、うん、あ、売ってたな。は凍ったことある。どうでしたか。いやでもやっぱり美味しくなかったな。 やっぱり脳みそが、はいはいはい、ある程度ね、うん、こういう味かな
なんかコーヒーはこういう味だって覚えてるから、うん、はい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 、それにちょっとちゃう感じがするとね、うん、やっぱ異物として捉えるのか、なるほどなるほど、うん、おえっと全部飲まれへんかった、あそうやな、買ってみようとは思った、なんかどんなんやろうっていうのでね、せやけどさそんなさ、うん、言ったらまあ飲んでみて、うん、まあ100歩譲っても美味しくないみたいな感じやんか、うん、それさ要会議でまあでも売ろうってなるよな、だからもう多分それを主戦でいこうとは思ってなくってマジで、うん、チャレンジチャレンジ精神やけどさ、うん、もうその企業の評価が下がるまでちょっとあるやん、まあね、何してんねんというか、はい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 、別にええんからそれは、なんか聞いてみたいなっていう、どういうああいうチャレンジ商品って、だから確かそれもねめちゃくちゃ有名なメーカーやったと思うんですよ、はあ、はあ、コーヒーコーヒーメーカーで炭酸のやつ、そうで、はあ、そのもちろんメインのコーヒーはめっちゃ売れてるやつで、絶対どのコンビニにも自動販売機にも売ってるようなメーカーのやつで炭酸が出たのよ、はいはいはい、だからもうその定番商品にはめちゃくちゃ自信があるから、はい、遊びの部分で毛先遊ばしてみたんじゃん、あ毛先なんかあれはだからもうちょっとこれはないでっていう意見も絶対あったと思うけど、はいはい、もうにぎわったらそれでいいっていう、そう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 、ね、お祭り騒ぎ、一応 CM とかもやってたんかな、いやあなんか米倉涼子さんがやってたかな、おーコーヒーの炭酸やってなかったかな、なんかやってたような気もせんでもないのよ、はいはいはい、気になって言ったらさ、うん、あのコーヒーってほとんどにカフェイン入ってるでしょ、うん、そこに炭酸やから相乗効果っちゃ相乗効果やもんな、そのははパキッと目覚める、なるほど、という面では刺激かける刺激みたいな、そうそうそう、あでエナジードリンクみたいにねそんなに甘くはないし、まあまあ確かに、うん、でもまあまあリピートはもちろんないし、まあそうやな、うん、そっか、まあ一応話題になったらええかなみたいな感じなのか、そうちゃう、なるほどな、あの1回は買ってみようでなるんやな、ある程度は売れるんじゃない、一周は、まあ人間が1人1本買ったらな、うん、日本で1億本、うん、でもほらあのご当地サイダーとかもクソまずいのありますやん、あるね、どういうつもりみたいな、わさびサイダー、カレーサイダー、そう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 、ああいう、うん、もう鼻から美味しくないの確定してるやつとか、イカスミサイダーとかね、そう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 、サービスエリアに売ってるやつね、ああいうのはまあ遊び心というか、うん、1回買ってみようぜとか、まあ、YouTuber に引っかかったらとか、はんはんはん、そういう感じなんですかね、ああいう系のラムネとかはさ、うん、あればっかり売ってない、メインの商品なくない、もうそういうメーカー、ふざけることを主としたメーカーですよね、例えばペプシとかさ、はいはい、そのコーヒーとかってちょっとコーヒーのメーカー忘れたけど、例えば有名なところやったらさ、はい、サントリーのボスとかは、お看板商品が有名でしょ、あがあっての遊び心やん、はい、ペプシコーラだ、はい、そうやですよね、やけどそういうさ、うん、あのご当地サイダーは、はいはい、当たり一個もないの、ハズレのみで経営、ハズレも数打ちゃ経営できるというそういったことわざもあるように、はいはい、そういうことですかね、でもマジでさ、ちょっと疑問やねんな、どこのサービスエリアにも売ってるよな、ご当地サイダーな、うん、やっぱあれか、実際あったらちょっと買ってみようかみたいなノリなんのかな、うん、そこそこ売れてると思うで、買ったことないわあれ、でもあの富士山の水で作ったサイダーとか、はい、そういうのは買うてまうな、正統派なやつな、そうもうどう考えても美味しそう、美味しいもん、うん、っていうかラムネが飲みたいなっ て, ねっていうかねビー玉を下先でな転がしたい、転がしたい、つつきあげたいなあげたいなっていうね、全然出てこへん時間帯あるけどよ、うん、清涼飲料水な、うん、私やっぱこう桃の天然水に並々ならぬ思いを、はい、抱いてましたね、桃天好きやった、好きというかなんかちっちゃい頃あんまジュース買ってもらえる感じじゃなかった、うん、はいはいはい、あんま、まあ、基本お茶というか、うん、で買ってともあんま言わんくて、うん、だからそのうちになくなったんですよ、はいはいはい、憧れてるでなくなったから、うん、はぁということで、最近またちょっと売ってるけど一時 ない時期長かったよな、そうやねん、で今はさイロハスとかの、うん、ああいうシリーズにそう味付きのオンが出てるから、桃味とかあるからね、でもさ、うん、イロハスの桃とかと桃天ちょっとちゃうよな、うん、ちゃうな、ちゃうちゃうちゃう、でさ桃の天然水のペットボトルさ、今のこういう水のペットボトルじゃなくてさ、はいはい、この上がもごっとしてて下寸胴みたいな、そう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 、なんかあのイモい形してたの、そうそう、今となっちゃ可愛いよね、可愛い可愛い、もうレトロというジャンルに入ってくるんでしょうかね、あれあれとか、あの三ツ矢サイダーの、はい、そうずっと売ってないんだけど三ツ矢サイダーの梅のやつはははははあるんですけど、あるあるある、あれね、ずっと売ってほしいね、紀州梅のやつ、あそう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 、ちょっとなんかパッケージもいや梅作ってますみたいな、梅っていうか梅サイダーうまいよな、
梅サイダーうまい。っていうかもうな、その、うん、三ツ矢サイダーの梅ももちろん美味しいけど、はいはい、あの梅酒のノンアルコールめっちゃうまいで。あ、そうなんや。あれやっぱ梅サイダーってことやもんな。だって紀州、え、蝶屋さんが作ってるやつやから。あ、梅酒というより蝶屋ですでおなじみの。はい。あれどういう意味だ。てかてか蝶屋という名前ですもんみたいな。梅酒イコール。はいはいはい。もう蝶屋があの梅酒を占領してますっていうことですよね。そうそうそう蝶屋一本柱でやってますと。やっぱ蝶屋のさ、うん、あの今 CM やってる夜中に、うん、あのほんまに死ぬほど流れてる CM 、うん、見たことあると思うんですけど、うん、あの、梅氷の代わりにフローズン梅入れるみたいな、ないですか見たこと。分からん、ちょっと手見てない。なんか女の子3人ぐらいが、うん、あの 家飲みしてるみたいな CM なんですけど、はいはいはい、で氷入れて梅酒蝶屋をね、ごめんなさい、うん、梅酒じゃない蝶屋を注ごうとしたらあの待ってみたいな言うんですよ、うん、で梅凍らしたやつを入れてそれを氷の代わりにして、そしたら薄くならへんみたいな。確かに。でね、いやその凍らした梅どないすんねんと、うん、若手作れ言うんかい思ってね、うん、私あの意地悪ですから、うん、調べたんですよ、うん、そしたら蝶屋さんが、うん、パックで冷凍でそのフローズン梅溶けたら食べれるような、売ってんの販売してあるんですよ。うわー、だからそれを仕入れてんやね。まあ多分その安ないですよ。だってさ、蝶屋の梅酒もさ、はい、梅入ってあるけどなんか3個ぐらいしか入ってないイメージやもんな。そう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 、量に対してのは少ないから、うん、そう、なるほど。この綺麗な黄色と赤のこのね、漬け梅が、漬け梅を、味付け梅を凍らしたやつを売ってて、それをこう入れて飲むみたいな。はあ、考えてるね。それはもう最高よ。てかそれだけ食べてまいそうやな。そやねん、梅酒入れるとかじゃなくて。絶対美味しいやろ、そのまま食べたら、うん、そうなんです。アルコール入ってんかな、それお酒なんかな、その梅、うん、梅自体はどうなんでしょう。でも漬けたやつなんかなと私は思ってたけど、あ、でも結構パンと張ってるからどうなるの。普通の梅かもしれません、もしかしたら。ただのアルコール成分なし、清涼飲料水。私はやっぱりあの昔アンバサが好きでしたね。あ、アンバサがね、はい、マスミちゃん、私ちょっともう知らないんですけど、アンバサに関しては。いやごめんね、あれはもう昭和から平成初期のドリンクでね。おやすみなさいね。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？